まずいな。大変、白夜様が大変よ。早く水を飲まないと。粉だけ飲んだら喉がガーってなるから。あ、もう毒吐き出させんのが先だろう。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。何の話だね。もちろんプロテインの話だ。プロテイン。トガミ君、その瓶を貸してもらえる？ああ、構わないぞ。プロテインね。そうだ、その瓶に入っていたのは毒薬ではなくプロテインの粉末だったんだよ。だとすると逆に、本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。毒薬はプロテインの容器に入れられてたんじゃないのかな。毒薬の瓶にプロテインの粉末が入れられてたならその逆もそう考えられるはずだよね。そうだ、毒薬とプロテインはそれぞれ中身が入れ替えられていたはずなんだ。プロテインの中身は毒薬の瓶の中に、毒薬の中身はプロテインの容器の中にな。そしてそう考えれば犯人が大神に毒薬を飲ませた方法も見えてくるんだ。マジでか。犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。これだ。犯人が大神さんに渡したのってプロテインの容器？しかも毒薬の入ったプロテインの容器だ。犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。それこそがあいつの本当の死因だったんだよ。そういや、オーガは前から言ってたべ、プロテインは万病に効くって。だからオーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲もうとして、そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。そしてその入れ替えを行った人物の正体もすでに突き止めているぞ。マジか、誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は化学室にはっきりと残されていた。化学室の棚の前に残された足跡。入れ替えをした人物を示す証拠ってあれのことだよね。今朝俺が化学室を訪れた時はあそこに足跡など存在しなかった。つまり
あの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。とすると事件に関係しているのは間違いない。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だ。プロテイン入りの毒薬の瓶があった棚だ。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。そうすればすぐに。私だよ、その足跡。あ、朝比奈さん。だってどうせバレちゃうなら自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガを殺したのって。うん、そうだよ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。やはり俺の睨んだ通りだったな。あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。そして俺たちの中でスニーカーを履いている人物といえば、これだ。僕と朝比奈さんだけ。そっか、だから戸上君あの時。あの足跡が苗木のものではないなら、残る可能性は朝比奈っちだけ。ついでに言えば、学級裁判に入ってからの朝比奈は何やら様子がおかしかった。やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだ。だから結論を急いでいたんだろう。信じられないよ。何が信じられないと言うんだ。だって朝比奈さんと大神さんは親友同士なんだし。親友同士だからこそチャンスだったんじゃないか。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら、大神は怪しむことなく口にしたはずだ。親友、朝比奈はその関係を利用したんだよ。そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなかえげつない方法を考えたもんだな。朝比奈さん、本当なの？本当に大神さんを殺したの？もし本当なら、どうしてそんなことしたんだよ。娯楽室で頭を怪我してるさくらちゃんを見つけた時にね、さくらちゃんから頼まれたんだ。プロテインを持ってきてほしい。だけど科学室にプロテインを取りに行った時、ふと思いついちゃったんだ。今なら殺せる、そう思ったんだな。それで薬の入れ替えを行い、毒薬入りのプロテイン容器を渡したというわけか。そうしたらさくらちゃん、それを一気に飲み干して、それで待って、そんなの納得できないの？まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも言うつもりか？まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。誰もが最終的には自分のことだけを考えるんだ。その女が自分のために大神を犠牲にしたようにな。だとして納得できない。いつまで言っている。勘違いしないで、センチメンタリズムなんかで言ってるわけじゃない。私はただ
解けない謎に納得していないだけ。それって密室トリックのこと？朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。あなたは、それは、そんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけないの？そういうわけじゃないけど、でもあなたが話せない理由は気になるわね。まさかお前、朝比奈は犯人ではないというつもりか？だとしたら？ありえん。薬を入れ替えている以上、犯人は間違いなく朝比奈だ。本当にそうなのかな。信じたくないって気持ちを抜きにしても、なんだか不自然に思えるんだけど。何がだ？だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて、なんていうか、あからさますぎるような。そう、自分から怪しんでくれと言ってるみたい。それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかったんだよ。気づかなかった？そうだよ。そうなんだから仕方ないじゃん。ねえ朝比奈さん、もう少し詳しく聞かせてもらえるかしら。あなたが毒薬とプロテインを入れ替えた時のこと。なんでそんな必要ないじゃん。朝比奈さん、僕からもお願いするよ。分かったよ。勝手にしろ。朝比奈が犯人なのは明らかなんだ。他に怪しい人間もいない。朝比奈以外の真犯人などいるわけがない。朝比奈さん、始めていいわよ。科学室に行った後のことからお願い。私はまず最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。棚の前に粉末を撒き散らしたのはその時？そうだよ。棚から毒薬を取り出す時にうっかり瓶を落としちゃって。分かった。続け。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その薬の入れ替えが終わった後は、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだけど、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻しちゃったせいで、そのせいで全部バレちゃって、それで終わりだよ。ねえ朝比奈さん、今の話だとさ、君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、そのまま A の棚にプロテインを取りに行ったんだよね。つまり朝比奈さんは C の棚から A の棚に移動したってことになるよね。うん、そうだけど。朝比奈さん、今の話をもう一度聞かせてもらえる？おお、さんだまこちん、やけに積極的じゃね。何度聞いても同じだ。まったく、いつまで続けるつもりだ。私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。その時棚の前に粉末を撒き散らしたのよ。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって、それでその後に C の棚から A の棚に移動して。それは違うよ。朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を取りに行って、そこで粉末を撒き散らしたんだよね。それがどうしたの？その後君はプロテインを取り出すために C の棚から A の棚まで移動したって言ったけどさ、でも現場に残されていた足跡は C の棚から A の棚には向かってなかったよ。これって今の朝比奈さんの言葉と
矛盾してるよね。え？足跡を偽装するためにわざと遠回りしたんじゃねえのか？いや、それはないよ。だって朝比奈さんがさっき言ってたでしょ。どういうことだ、朝比奈。それは朝比奈さん、あなたは嘘をついてるわ。だってこの足跡を見る限りだと、朝比奈さんが化学室を取った行動は、粉末が撒き散らされた後に化学室にやってきて、そのまま直接 A の棚に向かった。つまりあなたは C の棚にも行かず、 A の棚だけで何かをしたみたいだ。なんだこれは。どういうことだ、何が起きている。それに朝比奈さんの証言でおかしいのは足跡の件だけじゃないわ。なんだと。それを説明する前に、まずは新しい証拠を提出させてもらうわね。新しい証拠だと。バカな、そんなものがあるはずない。ただ、その証拠をくれたのはあなたじゃない。さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶の中にその証拠が隠されていたわ。こんな大事なものに気づかないのに致命的な見落としをしたわね。言ってみろ、そこに何があったというんだ。私が見つけたのこれよ。瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。戸上君は粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたいね。おかげで謎が解けた。感謝しておくわ。なんだその破片は。そう、戸上君にはまだわからない。だったら内部さん、あなたが代わりに答えてあげる。僕内部、言ってみろ、その破片が何だと言うんだ。これだ。それって娯楽室の窓ガラスの破片だよね。窓ガラスだと。僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思うよ。そうね、間違いないわね。でも間違いないからこそ変なのよ。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかがこの毒薬の瓶の中に紛れ込んでいたのかしら。それの何がおかしいの。おかしいよ。だって朝比奈さんの証言によると、毒薬の瓶は化学室の A の棚に置いてきた。朝比奈さんはそう言ってたはずだよ。それなのにあの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラスの破片が入ってたってことは、朝比奈っちの証言は嘘ってことか。本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまり密室が破られた時まではね。そうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことも説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で化学室の棚に戻された。逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれたのは、おそらく密室が破られた後の、つまり大神さんが死んだ後だったはずよ。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。それに大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡されたからだろう。プロテインの容器が現場になかったとすると、
大神はどうして毒を飲んだんだ。そうね、その説明もしておかないと。だけどその前にみんなに一つ確認しておきたいことがあるんだ。確認って？そのプロテインの容器に関してなんだけど、大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった？何の話だ、誘導尋問か。いいから答えて。身に覚えがないな。僕もやってないよ。俺じゃねえぞ。オナチック。私も蹴飛ばしてないけど。そう、これで分かったわ。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室が破られた後だったのよ。いい加減にしろ。なぜ言い切れる？これに分からんことをなぜ言い切れる？